まずアビスパ福岡のサポーターの皆様、寒い中わざわざ岡山でありがとうございました。プレーオフでのご健闘を記念しております。今日もこれだけ寒い中最終戦にいらしてくださり本当にありがとうございました。そして最後まで残ってくださり感謝しております。個人的な話で恐縮なんですが、私はこの町で生まれこの町で育ちました。ちょうど小学校1年生の時に結成26周年を迎えた広島東洋カープが初優勝しました。昭和50年1975年でした。この中にはまだお生まれになっていらっしゃらなかった方もいらっしゃると思うんですが、この隣の町の岡山でもなかなかの盛り上がりで、一番驚いたのはこの26年間の間に広島市民球場に一度でも足を運んだことのある広島市民の方が9割を超えていて、広島県民の方でも5割以上の方が一度はスタジアムに行ったことがあったそうです。岡山を離れ戻ってくるときに、この岡山の街でもサッカーやあるいは野球やそういったこと興味がなかったとしても、市民や県民の皆様が応援できるようなチームがあったらいいんじゃないかな、楽しくなるんじゃないかな、そういうことを考えてこの11年間ちょっと大げさですが人生をかけてこれまでやってまいりました。今年はあの景色を超えると望んだ1年でした。皆様にたくさん悔しい思いをさせてしまい申し訳ない思いでいっぱいです。私も今年に期するものがあっただけに悔しい思いで、ただやっぱり負けた日の夜はやっぱり寝つけなくて、執念という言葉を心に刻みながら次こそはと思いながら1年過ごしてまいりました。おそらく皆さんも職場であるいは学校であるいは試合の後悔しい思いをされたことが多くていらっしゃったかと思います。本当に申し訳ございませんでした。ただこの気持ちは長澤監督以下コーチングスタッフそして選手全員と共有して、今日この瞬間から来シーズンに向けて一歩進んでいくつもりです。どうか2018年もこのスタジアムで共に戦ってください。私どもが一番言われるのは岡山は怖いということです。それはこのメインの皆様もバックの皆様も全員が一丸となってタオルマフラーを回してくださり、そして多くの声援をこのピッチに投げかけてくださること、これが我々の一番の強みです。来年もクラブは本気で戦ってまいります。どうか来年も一年よろしくお願いします。今シーズン誠にありがとうございました。株式会社アジアの岡山スポーツクラブ木村正明よりご挨拶申し上げました。